明日から始まるシルバーウィーク、その過ごし方を聞いてみると、ワクチンの接種を打ったばっかりなので安静にしていようかな。子供の付き添いでちょっと出かけたりはするくらいで、どっかに旅行とかは考えてないです。東京の旅行会社が実施した3連休の過ごし方に関するアンケートでも、実に7割近くの人が自宅で過ごすと回答しました。先ほど一押しに生出演した札幌市の秋元市長、今日の感染者数も84人とここ最近減少傾向が続いていますが、もう一段感染を抑え込む必要があるとして市民に協力を呼びかけました。50人60人1日あたりですね、そういう感染者がまだ出ておりますので依然高いという状況です。今週末からですねシルバーウィークということになりますので、今ここでは不要不急の外出自粛、こういったことにしっかりご協力をお願いをしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。今月30日に期限を迎える緊急事態宣言、政府は来月から日常に戻るための取り組みを始める方針です。国が行う飲食店やライブハウスでの実証の取り組みに道から提案を行うなど連携をしてまいります。感染対策と社会経済活動の回復に向けた取り組みを両立し、本土経済の活性化につなげていくことが必要であると考えているところであります。行動制限の緩和に向けて来月政府が予定している実証実験、ワクチンの2回接種または検査で陰性の証明書がある人を対象に、飲食店での酒類の提供や時短営業、コンサートホールでの入場制限が緩和されます。道は札幌市などを対象に参加の意向を政府に表明する考えです。そういうのをなんていうかやってくれたら、まあ、それだったら僕もすぐうちに行きたいと思うし、打ってるちゃんと大丈夫ですって人で飲み会とかできたら、まあ、すごくいいなと思います。気持ち的にはそうだな、7割ぐらいは賛成かな。ブレイクスルーとかも報告されてるので、ワクチン打ったからといって安心ではないかなと思ってますけど。